さてオレンジでは毎週金曜日に熱海の今を見つめています。今年7月の土石流災害以降使用を控えていた伊豆山小学校が週明けに再開することになりました。今日保護者や地域住民が校舎の清掃活動を行いました。結構砂ですか？そうそう、多分ね海の砂だとが風でこっちに舞ってきてるんだと思うんですよね。今日は PTA や地元の住民、学校関係者など25人が災害発生以降使われていなかった校舎の掃除や点検などに当たりました。泉の小学校のお部屋にカーテンがない部屋があったもんで、ここから外して向こうに、泉小学校で使ってました。伊豆山小学校に直接の被害はありませんでしたが、通学路の安全が確保できないことや、グラウンドが災害復旧車両の駐車場に利用されていたことから使用を控えていました。児童たちは避難所などで生活しながら図書館や民間施設で授業を受けていて、2学期からは空いている教室などを使うことができる隣の泉小学校を借りていました。ずっと通ってたところのお兄ちゃんとかもね、通ってたところだからやっぱこっちの方が気持ち的には落ち着きますね。帰ってくるって一番上が6年生なんですけど、やっぱここで卒業したいっていうのは言ってたんで。泉小学校のお友達ができたというお子さん、子どもたちもいるので、多少寂しい思いをしているというようなお話も聞いておりますけども、やはり自分の学校に戻れるということで嬉しいなというような声がたくさん届いております。元気に過ごしているところを地域の方々に見てもらえるというものがですね、本当に地域の活性化にもつながる、復興の象徴にもつながると思いますので。児童53人のうち一部の児童はバスの運行ルートの関係で市の用意したスクールバスやジャンボタクシー、保護者の付き添いのもと通学するということです。伊豆山小学校におよそ4ヶ月ぶりに子どもたちの元気な声が戻ってくることになります。